ここからの放送は素敵なインディーズアーティストです。今流れている曲は番組のオープニングテーマ、セリナさんの川越で会いましょうです。私はパーソナリティのシャンクス山内と申します。アーティストを応援する仕事をしていて、主にアーティストのメンタルサポートをしています。アーティストの心に寄り添い、本来のその方の力が発揮できるようサポートしています。その他にはワンマンライブを満席にするような集客サポートや、あと今コロナで中断していますが海外進出支援なども行っています。この番組ではこれから活躍が楽しみなアーティストを毎回ゲストにお招きし、2回に分けてインタビューと歌を紹介しています。さて、今日登場していただく素敵なアーティストはシンガーソングライターの大竹ジェームズさんです。大竹ジェームズさんは一寸先闇バンドというバンドのボーカルであり、またソロアーティストとしても活動されています。独特の世界観を歌うシンガーソングライターとして人気があります。大竹ジェームズさん、今日はようこそ番組にいらっしゃいました。自己紹介をお願いします。はい、初めまして、大竹ジェームズと申します。私は1994年の岡山県生まれ、幼少から習い事としてミュージカルやピアノに触れて育ちました。高校の文化祭ステージに出るために独学でアコースティックギターを始めて今に至ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大竹ジェームズさんの歌を YouTube で聴かせていただきましたが、本当に独特の世界観、何とも言えない世界に魅了されますね。ありがとうございます。以前から大竹ジェームズさんのお名前は知ってたんですけども、改めてミュージックビデオを見て本当にお会いしたいなと思いました。最近はいろいろなメディアにも出演されている大竹さんに今日来てくださって本当に嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、番組宛てに応援メッセージが3通届いていますので、はい、ありがとうございます。順に読ませていただきます。最初のメッセージはですね、相生観南明穂さんからですね、はじめまして、都内で活動しております3ピースバンド相生でございます。大竹さん、こんにちは。ラジオご出演おめでとうございます。この前のライブ本当に素晴らしかったです。MC 含め30分間が芸術作品でした。ぴょんぴょん飛び跳ねながら全身で楽しむ一寸先闇バンドは最高そのものでした。またライブにお邪魔させていただきます。ビッグになってください。以上、はい、観南さんからですね、はい、ありがとうございます。そう、先日一緒に赤坂で共演させていただいて、はい、ちょうど初めて企画ライブをされるっていうことだったので、はい、憧れてる一寸先闇バンドさんに出てほしいですっていうことで、あー、なるほど、はい、呼んでいただいてありがとうございました。いや、素晴らしいですね、はいはい、ではお二人目ですね、はい、こんばんは。去年の4月に大竹ジェームズさんを初めて配信ライブで見たとき、圧倒的な目力、パワフルなギター、オリジナリティあふれる楽曲に一瞬で魅了されました。知らんがな、ルーズと立て続けに素敵な楽曲のリリースが続き、次はどんな曲を発表してくれるのかなとワクワクしています。一寸先闇バンド、ソロ活動ともども期待しています。これからも応援を続けるので、たくさん楽しませてください。ネジ棒ということで、ネジ棒さんから来ます。はい、ありがとうございます。もういつも応援してくださっているファンの方ですね。そうですか。はい、もうありがとうございます。はい、それでは3通目ですね。はい。3通目はラジオネーム赤マッキーさんからですね。彼女のステージが好き、彼女の歌声が好き、彼女のギターが好き。ガンガンに弾け飛ぶパフォーマンス、荒々しくも愛らしい歌声、大竹流とも言える独特なリズムで奏でられる旋律、誰もが見れば釘付け、聴けばハッピー、最後は虜になること間違いなしの彼女の音楽が大好き。あとイラストも大好き。丸みのある魅力的なタッチでイラストだけでも食べていけるのではと思うほど素敵。結局のところ大竹ジェームズさんが超大好き。
ラジオネームはかまっきーさんから来てます。ありがとうございます。なんかイラストのことまで触れていただいて本当に嬉しいですね。いや、 やっぱりファンの方っていうのは素晴らしいですね。本当にもう大好きなんでしょうね。よく見てらっしゃるな悪いことできないですね以上3通のメッセージを紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。めっちゃ元気出ましたそれでは大竹さんに順にお聞きしたいと思うんですけれども、はい、まず最初ですけれども、うん、私たちはラジオ川越なんでですね、うんうんうん、まずは川越の印象を聞かせいただければと思います。はい、私岡山県の倉敷市っていうところの出身でして、はい、なるほど。私初めて川越の、はい、まあ、駅を降りて、はい、降り立ったわけなんですけど、はい、なんか倉敷駅にちょっと似てるなっていうのがありまして、こう駅があって、はい、こう駅が縦にあったらこう両サイドにこうショッピングモールというか、はい、ちょっとデパートがあったりとか、はい、なんか商業施設があったりして、でちょっと行くと、はい、あれですよね、小江戸って呼ばれてるところがあったりとかして、はい、でうちの地元の倉敷も美観地区っていう、うん、小京都みたいなところがあって、ね、うん、はい、だからすごくシンパシーを感じています、はい、そうですね、共通点がありますよね、はい、歴史を感じる街という感じ、ね、そうですね、ありがとうございます、はい、では大竹さんのですね、はい、音楽との出会い原点についてお聞かせいただけますか。はい、これもまた地元の倉敷の話になっちゃうんですけど、はい、千堀公園っていう、はい、アンデルセンの童話をモチーフにした、はい、テーマパークがありまして、はい、でそこでこう毎日こう決まった時間にミュージカルが上映されてたんですよね。そうなんですか、はい、全部オリジナルの楽曲で、オリジナルのキャラクターでやってたミュージカルなんですけど、はい、そのミュージカルがめちゃくちゃ大好き で、はい、なるほど。でこう気がついたらこう口ずさんでたりとか、はい、家の中でこう完コピして披露してたりして多分それがこう物心ついて初めての音楽体験というか。ああそうですか、うん、2歳3歳ぐらいですかね、はい、その時からなんかずっと歌ってたらしいです。なるほど、そうですか、その以来ずっと音楽が好きでっていう感じですか、はい、そうですね、ただまあその時は音楽として好きっていうよりかはこう遊びとして好きみたいな感じですね。なるほど、はい、そうですか、そこが大竹さんの原点なわけですね。はい、なるほど。大竹さんの尊敬するアーティスト、またこう影響を受けたアーティストってどんな方がいらっしゃいますか。そうですね、めちゃびっくりされるんですけど、はい、嵐が好きで。あ、そうなんですか、ちょっとびっくりですねかなりびっくりされた顔しましたね、はい、ジャニーズって思ってたんですけど、はい、中学2年生の時に、はい、ちょうどドラマの主題歌が嵐で、はい、でまあ、そのドラマが好きだったんですよね、花より団子なんですけど、はい、でだから映画化されるっていうので、はい、花より団子の映画を見に行って、はい、で主題歌の入ってくる流れるタイミングがすごく最高だったんですよね。あ、なるほど。でまあなんかいい曲だったな、なぜかこういい曲だったなっていう風になったんですよね。はい、でそこからこう嵐を追っかけていくようになるんですけど、はい、なんか楽曲がすごく素敵だったんですよね。なるほど。そう、当時はなんて言うんでしょうね、恋愛のことを歌った曲がすごく多かったんですけど、はい、嵐のデビュー当時のアルバムとか聞いてみるとすごくかっこよくて、世間風刺というか、はい、なんかそういうのをずっと聞いてましたね、はい、あ、そうですか、はい、そこに影響を受けたわけですね。そうですね。なるほど、うん、そうですか。いや、ちょっと意外な感じで面白いですね。びっくりされますね、いろんな方にそうですね、うん、では大竹ジェームズさんがアーティスト、自らアーティストになった経緯、はい、いきさつとお名前を、その男性名ジェームズという名前を付けられた背景も、うん、
お聞きしたいんですけど、よろしいですか？はい、なろうと思ってなったわけではないんですよね、うん、さっきも紹介させていただいたんですけど、まず高校生の時に文化祭でこう有志でステージに立てるっていうのがあって、はい、でちょうどその時にバンドブームが訪れてたんですよね、自分の学校で、はいはい、高校1年生になったらこうみんなバンドを組むもんだみたいなのがあって、でこうバンドに誘われたんですけど、こう話半分で自然消滅してしまって、でやる気だけが残った状態で、まあ1人でもできるのって言ったらアコースティックギターかなって言って、でその時に使ってたギターのヘッドって言ったら分かりますかね。ああはい、分かります。ロゴが書いてあって、そのロゴにジェームスって書いてあったんですよね、はい、あ、なるほど、はい、でそれを当時好きだった男の子に、はい、ジェームズっていう名前でやればいいじゃんって言われて、はい、もうその通りにしますよね、好きだからで、まあジェームズっていう名前っていうのを使って、まあ、ジェームズっていう名前で文化祭に出た大竹です、はいっていう意味でこう当時のスラングだったアットマークを使ってツイッターを作ったんですよね、はい、でその時からずっと大竹ジェームズなんですよね。あ、そうなんですね、なるほど、はい、1回だけ卒業ライブで本名でやってみるっていうブレたことをしたんですけど、うん、それ以外はずっと大竹ジェームズですね。あ、そうですか、はい、でもこう絶対気になる名前ですよねまあ見つけやすいですよね。何人もこう出られるライブの時とか、はい、まあ、文字数もすごく使わせてもらってるし、うん、あとは、まあ、全部ひらがなだから、ね、読めないわけないじゃないですかそうですね、うん、なんか私英語がパッと読めなくて、うん、ジェームスってい う, こうロゴのまんまにしておいてもよかったんですけどひらがなにしちゃいましたね。いや、この方がね、いい感じがしますけどねありがとうございます。ありがとうございます。はい、大竹ジェームズさんは自ら曲を書かれていますけれども、はい、作詞作曲をするときどんなタイミングでインスピレーションが降りてくるものなんでしょうか？こう皆さんが多分こう降ってきたっていうようにおっしゃるんですけど、はい、私はそれとは違くて、はい、まず書こうっていう風に決めるんですよ、ね、決めるんですか、はい、こういう曲を書きますっていう風に自分の中で決めてからは、うん、はい、発掘作業っていう感じに近いですかね。うーん、これ他の先輩のアーティストの方が言ってたことをそのまま引用させてもらうんですけど、はい、こう自分の中に埋まってる根っこを探し当てていくような感覚に近くて、うん、掘り返しまくって、はい、でなんか資源を当てていくっていうような状態に近いんですよね。なるほど、はい、素晴らしいですねありがとうございます。ご本人の中からこう引き出していくような感じでしょうかね。そうです、そうです。なんかうまいことを綺麗なこう原石が見つかったらもう万々歳っていう感じなんですよね。すごく時間がかかってるんですけど、一曲一曲すごく大事な曲になってます。本当素晴らしいですよね。本当独特の世界って感じますねありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに DTM 系のツールとか使ったりするんですか？私は全く使えなくて、はい、触ってみたりはするんですよ、はい、でもうまいこと曲になるまでにならなくて、うん、なんて言うんでしょうね、こうちょっとした遊びで、はい、ヒントを探すためにだけ使ってますね。ああ、そうですか、うん、なるほどね。リズムがこう、はい、面白かったらいいなと思って自分でこう、はい、手で打ち込んでみたりはするんですけど、うん、そこからバンドに生かそうって思ったことはないですね。うん、なるほど、まあ、ヒントを得るためにっていう感じですね。そうですね、まあ、発掘作業の一つの道具というか。うん、なるほど、うん、友達にはなりきれてないんですよね、 DTM ツール。なるほどわかりました、ありがとうございます、はいはい、ではここで大竹ジェームスさんの、歌う一寸先闇バンドの曲を一曲ご紹介したいと思います、はい、曲は知らんがなですね。
これも本当素敵な曲ですね。 ありがとうございます。この曲にどのような思いが込められてるんでしょうか。そうですね、これはもう平たく言うと、はい、考えすぎないでっていう頑張りすぎないでっていう感じですね。うん、なるほど。私がすごく思い詰めてしまうんですよね。ずっとこう連想ゲームみたいに思い詰め続けるんで、はい、ちょっともう一回忘れようっていう気持ちで言葉をこう連ねていって、はい、この頑張りすぎないでの類義語が全部歌詞になってるっていう感じですね。なるほど、はい、確かにそういうことは伝わってきますね。あの曲聞いてて、はい、ありがとうございます。それではお聞きください。一寸先闇バンドで知らんがな。知らんがな。先闇バンドの知らんがなをお聞きいただきました。素敵な曲ですね。ありがとうございます。私が大竹ジェームさんの曲を聴いてて感じるんですけれども、はい、こうご自身を見つめるような独特の世界観の曲を作られていると思うんですね、うん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 、で自らの音楽を通して多くの人に伝えたいメッセージってありますか。
いやこれが全然ないんですよね。まあ、自分にそれこそ語りかけるところが大きいんですけど、はい、意外と同じような悩みを持った人って多そうだなっていうのを、はいはい、まあ、25、6ぐらいで気がついて、はい、こう自分だけじゃないぞっていう、悪く言ってしまうと、はい、こう悲観的になりすぎるなよっていう、まあ、悪くというか、はい、ちょっと言葉を強くすると、はい、もう自分だけが辛いと思うんじゃないぞっていう、ああなるほど、うん、なんだろう、厳しい自己啓発本って感じですね。あ、そういう感じのテーマの曲を作ることが多い。そうですね、ふわふわした気持ちになることももちろんあるんですけど、うん、なんて言うんだろう、それをこう厳しくどうしても律してしまう気持ちの方が、はい、曲を歌っているときに、はい、こうきちんと自分の中で一個筋が通ってるような気がして。なるほど、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。なんかすごい怖い人なんじゃないかって、だから曲を聴いた方が思ってたりとかもするみたいで、なるほど、意外となんか物腰柔らかい方が来たっていう。あ、そうでしたかっていう、なんかもうちょっと優しい曲も書いた方がいいかなって思うんですけどね。うん、はい、確かにね、本当はやっぱりこう今日お話ししてて優しいお人柄が伝わってくる気がしますね。本当ですか、はい、ありがとうございます。大竹ジェームズさんが今まで音楽活動をしてきた中で一番大変だったことって何ですか。ですね、大変だったことで言うと、はい、とにかくこうライブをしたくてたまらなかったんですよね、はい、で2020年のコロナ禍が始まるまでの、はい、2018年に上京してきてからの約2年間ですね、2年と半分ぐらいはずっとほぼ毎日ライブハウスに足を運んでライブをやっていたので、はいはい、年間でいうと200数十本ほどライブをやってたんですよ ね、 すごいですね、はい、出したら300本近く行く年もあって、でその中でこうワンマンライブをやろうとか、はい、こう集客がいっぱいできたらいいなって思うライブをするぞって決めた時に、はい、集めたのが今の一寸先闇バンドのメンバーだったんですね。うん、なるほど。もう決まってるライブをキャンセルするわけにも当時はいかなかったですから、はい、まあ、今もそうなんですけどね、うん、だから2019年の11月末までの約 2,3 ヶ月とかは本当に大変でした ね、 うん、なるほどね。とにかく毎日ライブがあるのに、はい、週に2回ぐらいはスタジオに入らないと、はい、ワンマンライブに間に合わないっていう。なるほど。スケジュール管理が本当にできなくて。それが、まあ、準備が本当に大変でしたね、うん、ワンマンライブまでの。本当に忙しかったですね、うん、そのはい。なるほど。逆に大竹ジェームズさんが今まで音楽活動をしてきた中で一番嬉しかったことって何でしょう。ですね、まあ、バンドを組んでから喜びがすごく感じることが多くて、はい、最初の EP 一寸先闇を出した時に、はい、タワーレコードの新宿店さんで、はい、めちゃくちゃ大きくこう展開をしてくださったんですよね。そうですか、はい、エスカレーターを上がって一番に目に入る大きいコーナーに一寸先闇バンドっていう風に書いてくださってて、はい、はあ、もうなんか明日例えばもう命が終わってもいいかもしれないって思うぐらいには嬉しかったんですよね。素晴らしいですね、うん、まあ、そこからこういっぱいリリースをさせていただくわけなんですけど、うん、はい、まあ、最近で言うとあの7月にルーズっていう曲をリリースして、はい、うん、でこれが初めて全国で CD ショップに置いていただけるっていうことで、うん、はいはい、全国流通させてもらったんですけど、はい、まあ、中学の時の恩師から SNS を通じて頑張ってるねっていうメッセージをもらえて、はいはい、素晴らしい、うわーって思いましたね。、うん、悪いことできないなっつーって感じです。それだけ有名になったってことですね。いやー、もうでもこれからだなっては思いましたね、うん、
こう今嬉しいっていう気持ちがすごく強まって、うん、いっぱいこう嬉しい気持ちがチャージされた後ですよね、うん、こっから大変なことがまた続いていくだろうし、うんうん、まあ、踏ん張りどころが続いていくような気はしていますね。なるほど、うん、まあ、でもこの一つのイベント大きかったですね。そうですね、まあ、コロナ禍なので、うん、こうどんどんライブをやっていくとか決めていくっていうのが、はい、まあ、将来的にどうなるかわからないっていうことだったんですよね、うん、はい、こう決めるだけ決めて結局できないっていうのが一番辛いですから、うん、はい、リリース音源を発表することは人の足を運ぶっていうのに直結しないじゃないですか、はい、オンラインショップで CD 買えちゃったりとか、うん、サブスクで聴けたりとか、はい、だからもうとにかくリリースを頑張ってきた、うん、結果が、まあ、この7月のこういろんな方に聴いてもらったりとかっていうのにつながってっていう感じですね、はい、素晴らしいです、はい、ありがとうございます。大竹ジェームスさんの将来の目標って何ですか？将来、まあ、直近で言うと、はい、バンドでアルバムを出したいですね。あ、なるほど。多くても6曲入りが今までのリリースの中では多かったので、はい、まあ、例えば10曲ですとかまとまった曲数が入ったアルバムを出して、はい、ツアーに行きたいですね。なるほど、はい、いいですねまあすごい遠い目標で言うと、はい、むっちゃ売れて2拠点生活とかをしてみたいですねそうですか、うん、岡山と東京。あ、そうですね、岡山か京都か名古屋がいいですね、うん、あ、そうですか、なるほど。そう、いや、まあ4拠点でもいいですかねそうですね、うん、素晴らしい、はい、今後のライブ予定、活動予定について教えていただけますか？はい、一寸先闇バンドを中心にリリース、はい、これからもどんどん行っていこうかなと思って曲を制作したりですとか、はい、大竹ジェームズソロのギター弾き語りの活動はですね、はい、今まさにずっと月に10本ぐらい継続して行っていますので、はい、まあ、大事な情報、そしてライブの活動のお知らせですとか、はい、たまにこう私生活のことなんかも全部SNS に書いておりますので、はい、ツイッター、インスタグラム、はい、そして一寸先闇バンドの公式ホームページもぜひぜひチェックをお願いいたします。そうですね、本当にこうライブたくさんやってらっしゃいますもんね。そうなんです、あの来ようと思ったら、はい、どなたでもいらっしゃるぐらいのスケジュール感では動いてますのでぜひよろしくお願いいたします。そうですね、大竹ジェームスさん、今回素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。来週は一寸先闇バンドの歌を中心に放送させていただきます。リスナーの皆さん、次回10月5日も23時からぜひ番組を楽しみにしていてください。大竹ジェームスさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。番組からのお知らせです。昨年この番組に出演された盲目のシンガーソングライターマイケンさんの視覚情報サポートラジオ主催で10月8日に千葉市美浜文化ホールで第3回チャリティー音楽祭スーパーライブが開催されます。当日は全国各地から集まった全盲のアーティストを中心に12組のアーティストが出演します。前売り券2000円でチケットピアで発売しています。ぜひ聴きにいらしてください。番組からのお知らせでした。